快なドライバーショット、繊細なアプローチショット、練習は常に実践を想定して、そして実践はいつも練習の課題を与えてくれるものだ。尾崎はそう言っている。だから練習すればするほど新しい課題が増えてくる。でもそれを一つ一つクリアしていかないと次の勝利はつかめないんだ。それは孤独な王者の本音でもある。ジャンボ尾崎のゴルフ、その強さの秘密は一体どこにあるのだろうか。25年ジャンボを追ってきたゴルフジャーナリスト三田村翔吾氏が語る。尾崎のクラブに対するこだわりというのはスイングに対するこだわりと同じぐらいか、あるいはそれ以上のものを持ってたように感じています。それはなぜかと言いますと、クラブによってスイングというのは大きく変わっていく。つまりいいスイングを目指している尾崎は当然いい道具が欲しいという部分で、尾崎は研究をずっと重ねてきていたわけです。パーシモンからメタル、メタルからチタンと、クラブがどん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 変わっていくにつれて尾崎のスイングというものはどんどん完成度を増してきたような感じがしますね。これが尾崎のクラブの変遷です。尾崎のクラブをずっと見てみますと、パーシモン時代、つまり名器と言われていたクラブの隠し味がこのチタンメタルにも、施されているような感じがします。そして非常に優しいということが、まず第一の、尾崎のクラブの特徴だと思います。これが今使っているジャンボのクラブです。アイアンは今流行のキャビティ、ちょうどフェースの後ろ側がパックリとえぐれているクラブなんですが、そのえぐれた部分にチタンを、はめ込んだクラブですね。このことによってインパクトの打感は昔のまんましっかりできて、なおかつスイートスポットが広くなる、つまり当たる面が非常に広くなるということで、ジャンボは今このクラブを使ってます。ジャンボのクラブで感じることなんですが、基準を変えないということなんですね。よくその番手番手で自分なりにいろいろ工夫したりするんですが、その、基準をなかなか変えていないということ。それにもう一つ、サンドウェッジとピッチングウェッジの間にピッチングサンドというクラブをジャンボは定番化したことなんです。サンドウェッジを2本持ってただけの話で、それを1本のサンド、バンカーとかさ、チップショットとかさ、そういうのにする。あとのサンドを少し100ヤードぐらいまで飛ばすっていうだけでね。だからそれはネーミングをあれしただけの話だから。ただあれを定番にしたことによって基準が明快になったんじゃないかなって。いやでも、そうなんですよ。でもなんていうのかな、大した問題じゃないですか。そうです。これが尾崎のドライバーから始まるクラブ別の標準飛距離です。アイアンクラブというのは2番、3番、4番、5番と1番手ずつ大きくなるにつれて10ヤードずつ飛距離が落ちてくるわけです。ところがジャンボの場合、ピッチングウェッジとサンドウェッジの間が40ヤードの幅が出るわけですね。その40ヤードはどうしたらいいかというと、コントロールしなくちゃいけないんです。コントロールするっていうのはプレッシャーがかかった時に非常に難しくなる。ですからその40ヤードの幅を半分にする、これがピッチングサンドの役割ですね。
ジャンボの武器サンドウェッジ、これでジャンボが絶妙なアプローチをトーナメントで見せるんですが、フェース面も3つの使い方がありますね。この1番というのはストレートのボール、そして2番というのは多少スライス目のボール、カットしたボールですね。ところがこの3番、つまりこれはジャンボアプローチでもフック回転のボールが打てるという技術を持っているわけです。これがジャンボのピッチエンドランです。それでこれがピッチショットですね。ジャンボの正確無比なこのアプローチ、いろいろな打ち分け方があるんですが、基本的にはこのピッチエンドランとピッチショット、そのピッチショットも高い球低い球と、これが3つの基本だと思います。この一番上がピッチエンドラン、そしてピッチショット、高い球低い球、こういう風な基本的なジャンボのアプローチショット。ひときわ高いジャンボのティーの秘密が今明かされる。自分のゴルフスイングはね、やっぱりレベルブローっていうのかな、そういうものが体全体ができてるからなんだよ、だからこれが俺が例えばあの今のジュニアの出身みたいにね、振り上げてもう一生懸命クラブ振るためにこういうふうに右肩が下がってくると、あのハイティーでは打てないから、だからやっぱり野球をやってたその辺なんだよな。肩が両方がまっすぐ回転運動をするっていうことがもう自分で訓練でできてるから、ね、野球のバッティングにしてもそうだし、ピッチングにしてもそうだし、だからこういうふうに落ちていくっていうことないわけで、だからどんなに例えばここにティーアップがね あってもそれで打つことできる、これが下がっても打つことできる、それに対してのこのレベルの回転運動が自分でできるわけだよ。だからどこでもいいんだよ、もっとティーアップ高くても俺打てるんだ、だからそれは球筋とか方向性ね、そういう飛距離、それからジャストミートする確率、そういうものを含めて、じゃあ自分が一番いいところいいポジションを取ればいいんだから、だからゴルフはそれはポジション取れるんだから自分ね、そうですね、相手からこれ飛んでくるボールじゃないですか、ないんだから自分のポジション取ればいいんだから、それを自分の方にすればいいだけの話だから、これはだからジャンボ尾崎の特権だよ。ジャンボのティーの高さというのは思わぬ副産物を生みました。このティーの高さによって実は飛距離が一段と伸びたわけですね。飛距離の三大要素というのはヘッドスピード、そして飛び出し角度、もう一つスピン量、この3つが理想的になればなるほど飛んでいくわけです。ジャンボの場合は非常に速いヘッドスピードを持っていますが、ジャンボ自身がこのヘッドスピードをどん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 上げるというわけにはいかないわけですね。そうすると飛び出し角度とスピン量を理想的に近づけるということが、ジャンボが最大に自分の持ち味を出せるということだと思います。ティーを高くすることによってジャンボは理想的な打ち出し角14度、そしてスピン量大体2000回転台に抑えることができたわけです。これ、初速75m、打ち出し角14度、バックスピンが40、キャリーが 253m、 トータルが 272m、 およそ300ヤードです。徳島県海部郡宍喰町、尾崎正史はこの町で生まれ育った。穏やかな気候と豊かな自然は今も昔も変わりはない。人口およそ3000人のこの町で運動神経抜群の少年はみんなにまっちゃんと呼ばれ親しまれてきたという。
数年前から尾崎は墓参りのために帰省している。勝負の世界に生きる男尾崎にとってかけがえのない存在があった。いつも温かく、そして厳しく見守ってくれていた。尾崎が最も尊敬するその人が今ここに眠っている。父尾崎実さん、正志、立夫、直道、プロゴルフ界で活躍する尾崎三兄弟を育てたのは負けることが大嫌いで正義感の塊のような父親だった。そして父にとって何よりの自慢が3人の息子だった。尾崎家には昭和45年から始まる2冊のノートがある。ゴルフにかけた三兄弟の戦歴、そのすべてが父実さんの手によって網羅されている。どんな思いでつけたのか、勝負の浮き沈みがここには克明に記されている。記録は平成3年12月で終わっている。父の訃報が届いたのは日本シリーズの前日だった。直道はこの年の賞金ランキングで2位につけていた。日本シリーズに勝てば初の賞金王に輝く。葬儀に出るよりも勝負に勝つことが父への供養になるはずだ。ジャンボの言葉で直道は挑んだ。でも信じられない優勝でね、もう特に今日のプレーなんかね、もう信じられないようなプレーが随所に出まして、これでお父さんにいい報告ができますね。もう何よりも喜んでくれてると思いますね。あんな強い気持ちでプレーしたのはあの時はもう最初で最後みたいなもんですからね。もしかしたら本当にああいう強さっていうのは親父の強さであったわけですからね。その時の気持ちっていうのはそれぞれがやっぱり無念であり、また一つの親父から教えられたことをもう一度見つめ直さなきゃいけないという新たなスタートであったということで、それぞれやっぱり大きなものは失い大きなものを得たのかもわからないですね。子供の時この道をね、うちの親父がね、魚釣り好きでね、自転車で随分後ろに乗っけてもらってね、この道来たよ。昔竹のほら竿だよ、自転車の前にあれしてた、親父肩にしてた、お父様ってこう胸幅がカッと広い方ですよね。親父もまあ高校時代がこの教会やってたからね、運動神経だけは変わるんだけど。父実さんは戦時中航空士官学校で教官を務めていた。スポーツ万能で学校の鉄棒ではよく大車輪を子供たちに披露していたという。昔かたぎで一徹な男、ジャンボはそんな父親の背中を見て育った。久しぶりじゃんね、この道あるこの。うちの家はね、だからすぐそこは学校でしょ、学校のベルが鳴ってからね、来やよかった。それでも遅刻したんいるらしいな。いや、ほんと。俺、この2階に、2階に。ここ、ここにいた、いた、いた。だからね、もうほんと50メートル。はい。リーンと鳴ってからね、取り行け。朝、走ったりしなかったんですか？何の、何を？練習で自分で。
カズシこんなことやってたらね、今はないね。それでは人知れず練習したの。いや、それはない。それはみんなが証明してくれる。あれはあの中学3年の時だったんですよね、ええ、あの夏練習がちょっと激しくて熱出した時にね、ええ、あのちょうどあのお父さんの友達の人がそこで病院で院長先生しておいてね、ええ、そこの井上さんいうとこにね、であの先生に見てもらったらな、あのこんだけの体でそんだけ激しい運動してるんだからよっぽど栄養取らんとあかんよって先生に言われたんですよ。けど栄養取る言うてもね、そんなうちもそんなにね裕福でもないし、どないしたもんやろうと思ってね、私もこう軒下見たらね、あのそのマムシの干したんがね、あのこう軒刺しこう刺してこう2匹大きなもんがこう刺してあんねん。ほんであのすすにもぶれとったんよ。でいやー多分なこれもあの病湿気の人があの後でねよう飲んだら元気になるいうのをこうちらっと聞いたことあってね、これをあの吸ってね後のしてきれいに骨も何もこうにしてしもって、ええ、そしてそれをまたあのこれはどうしてもこれマムシの子焼いた飲まんさかいね、で毎日のお弁当のね卵焼きに入れたろうと思ってね、こうやってもう30枚ぐらいにこうパンに切ってこうしてこうしてお薬をこうの何するようにこうさ、はい、こうしてね、こしらえといてね、こうやって毎日一服ずつ入れてやったんですわ卵焼きに。ほいたらあのまあそれはすぐには効かんでしょうけどね、私それはな確か秋のね対抗試合とかなんか知らんけんどね、いや不思議とよう買ったもんでね、ほいてあのよう続くなもんぐらい買ったからね、ひょっとしたらあれが効いてきたんかいなと思って、私は一人で思うだけ。これは現実に俺なんかが使ってた物質は残ってるよね。あ、そうですか、うん、ここだここですか、うん、あるえあれだ、この裏えあるわ、あるえ、うん、ちょっと、うわぁ、ほんとだあるある、え根性のないものは去れ、うん、研究心のないものは去れ、うん、不平を言うものは去れ、うん、野球部次回中学生としての誇り、いや四中生としての誇りを持とう。あ、何ですか、四中中学のね、四中生としての誇りを持とう、うん、勉強でも選手になろう、勉強でも選手になろう、うん、足を流すことを喜ぼう、はい、弱音を吐かずに頑張ろう、これはもうじゃあ宮本さんの時代からずっとこれですか。だから、ね、この当時の藤本監督が書いたんだよね。根性のないものはされ、研究心のないものはされ、不平を言うものはされっていうのはなんかあの今のジャンボさんに息づいてる。いやいや、ちょっと精神主義が強すぎるね。あ、そうですか。これはダメだね。今の言葉はこんなんじゃついてこないね。そうですか。まあ、でも一つだけできてないからね、勉強でも選手になろうよ。あ、そうですか。いい。父親ミノルさんの名前を取って付けられた実球会。実球会の主な活動は地元でのスポーツ大会の支援。ジャンボも帰省すればふるさとの人たちといい汗を流す。ジャンボのふるさとへの愛着は思いのほか深い。リズムに合わせて言えよ、あいつを。それ、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 それ。尾崎のもとに研修生を志願する若者が集まった。毎年採用されるのは 2,3 名。門戸は開かれているが、くぐり抜けるのは容易ではない。素晴らしい選手になれたんだ。今ゴルフが好きでたまんない時なので一生懸命やるだけです。お願いします。はい、
一番になるためには一番の人の下について頑張ってついていきたいと思うのでよろしくお願いします。あのね、じゃあのこれからいろんなあの体力測定とかね、いろんな競技あるけど、人間が多いからできるだけ敏速にやるようにね。で、彼があの帽子を振るから、ね、はい、それでじゃあの一回試技やって自分でちょっと納得いかなくってもう一度やりたい人間はあの言っていいからな。尾崎が若者を見る目はどこか優しい。自分を慕ってくる者に胸を貸してやる度量の深さがにじみ出ている。はい、669896ともり、もう一回行ってこい。熱いし、はい、はい、はい、10メートル、 10メートルだから大体、はい、はい、1番から5、10メートル、はい、行こう、気合入れて、おーい、来たよ、ここだよ、秋力は4か、14.5、はじくな、それだ、すごい、手振り上げろ、ほら手を上げろ、一番後ろ誰だよ、ね、手を上げろ、おい手を上げろ、おい手を上げると上、手を上げるんだよ、おい戻って、手をまっすぐ上げろ、切れちゃうぞ、おい、ほら、はい、手をまっすぐ上げて、そのまま戻してみる、足だけを、足だけを、ゴルフに必要なものってたくさんあるからね。ただ、パワーがあるからだけじゃダメなんだよ。ゴルフで必要なものはね、バランス運動、柔軟性、それから瞬発力、それから持久力、筋力、いろんなものが必要だからね。自分がこの競技、こういう種目が得意だ、でも他はできないってのはダメ、ね、他のスポーツはいいかもわからないけど、ゴルフの場合は総合で良くなきゃいけない。でそれ体もない、力もない人間はですごくバランスが良かったり柔軟性があったりカバーするものがなければいけないね。まあそれは今の若い子は俺なんかと一緒に練習するっていうのは、うん、ねえ、そうですね、うん、だから大変な経験になるわけだからね、うん、まあそういった意味でもそういう窓口みたいなものはね、開いとく必要あるわね、うん、それがゴルフ界のためになるわけだから、うん、そうですね、うん、丸一日にわたるテストで二人の若者がこの日から研修生として加わることになった。通算101勝を飾った1996年、尾崎は研修生の練習を年の瀬ギリギリまで見る。お前のがだいぶマシだな。だんだんいろんなスポーツも平均年齢っていうのはだんだん若くなってきてるけどね、やっぱり10代っていうのは一番ものを覚えやすい。でもものを覚えるっていうことは自分で行動を起こさないとものを覚えないんだな。そういうことをちゃんと肝に銘じるようにな。自分からいろんなことをやること、ね、何もしなければもうそのままだからな。まだ時間があるから、俺は若いからと言ったって、ね、すぐ年取るぞ。少年を追いやすく書くなり方し、ぼーっとしたら、ね、やっぱり頑張ってる年寄りに負けるんだよ。でこれは君たちお前期待しなきゃいけないわけだから、そういう立場だと思って頑張っていくようにしないといけない。
1月11日ジャンボ軍団が動き始めた。自宅の裏に新しく作られた練習場でキャンプが始まる。ここで今年1年を戦い抜くための体を作る。キャンプの最中、新しいパターが届けられた。数年前、L 字型のイメージを残したマレット型のパターに変えた尾崎。このところ積極的に新製品を試している。指先に脳がある。尾崎がよく使う言葉だ。パターは指先で考える。昨年は絶好調のまま終わった。パッティングも申し分のないものだった。それでも尾崎は新しいパターを模索し続けている。そこには一体何があるのだろうか。いや、それでもやっぱりね、完璧ではない。でも完璧にするためにいろんなことを考えて、で最終的に今現在使ってるああいうふうなさ、昔 IMG5 のあの L 型の細いね、シャープなパターから今のああいうマレットのさ、大きな パターになってしまった。これも手段だよ。それを解消すべき。それがその88年のジャパンオープンから引き継いだ個体になってるわけだよ。それが引き継いで結果今の形になってる。だからそれを引き継いでないと昔と同じパターを使ってるってね。いかにだからゴルフはシビアであるかってこと、それでわかるでしょ。たまたまそれはあのがどうだこれね、じゃあ今までよりもじゃあ気分転換に変えてみようとかさ、そうじゃないんだ。ずーっと引き継いでる。だからすぐ答えも出せないし、うん、もちろんだよ、うん、大きさもあるしバランスもあるし長さもあるし、でもちろん構え方もあるしストロークもあるし、全てだよ全て、自分のものにするためにいろんな1から100まであるよ。だから物にすることは絶対できないんだよ、ね、ただやっぱりそういう考え方がねいいのかどうかか自分ではまだ分からないけど ね、もしかしたらさ、そんなこと考えずにな、もっとリラックスしてさ楽しんでやれいいじゃないっていうかも分からないけど、でもじゃあ今まで自分が作ってきたものってのはさ、そういう考え方でやったことじゃないんだよ、ね、そうなってくると自分の形じゃないんだよ。だから尾崎正史、ジャンボ尾崎っていうのはだから自分のスタイル、ね、そういう苦しいで100あるとこは80のものを近づけていくことをやることによってそういうふうな答えが出てきてるわけだから、だから新しい工夫もおのずと自分で
作らざるを得ないんだよ。だからそれを作ることが自分の技術であると思うしね。気が強くなってきてるから、よしよしよなあ、よしよ、スピード感が出てきた。1月は焦らずに体を動かす程度にとどめておく。ちょっと触れてきてる。例年ならあまりクラブは握らないのだが、今年の尾崎は少しばかり違うようだ。今の時期にこれだけ入ったら怖いな。まだ今年もやれそうだよ。久しぶりの休息日、自分と向き合う時間。若い頃から大工仕事、庭仕事、そして子供の散髪まで何でもこなした。でももう残された時間は少ない。50歳である。余裕のない人間が一生懸命頑張ると、余裕のある人間に勝てると尾崎は言い切る。時々ね、寝る前にね、考えた時に、ほーっとやっぱり自分でこう深いため息を出す時は数多くあるよ。やれるのかな、これからまた今の問題点を解消するだけの自分の能力、ね、自分のパワー、自分のエネルギー、ね、そういうふうなものがさ残されてるのかなっていうことをね、時々感じるね。そういう時にやっぱり辛いね。というぐらいやっぱり正直言って自分に残されてる時間って少ないんだよ、ね、今のさ丸山とかさあいつたちじゃないんだから。もしかしたらさ、3年間も分からないし5年間も分からないし、ね、それあと10年大丈夫ですって一般的にはよく言われるけど、そんなものは一言だから、ね、もしかしたら今年1年間も分からないんだよ。最終的なこと言えば、もう極端なこと言えばよ、それだけやっぱり切羽詰まるわけだよ、ね、だからそれにはそうしたくないわけだよ、自分では。だ俺みたいなタイプはやっぱり一生現役ね、そういう現役を離れて自分が次の人生をどうだっていうことができるような、そういうね器用な人間じゃないんだよ。選ばれた人間というのは、その自分が選ばれた道を全うするしかないんだよ。それは自分ですごく分かるん。2月中旬、沖縄での第2次キャンプ、いよいよ打ち込みが始まった。習志野でじっくりと肉体を鍛え直したその体に新たにスイングを宿すわけだ。ゴルフのスイングは漢方薬と同じで、少しずつゆっくりと仕上げていかなければならない。尾崎はその辛抱が重要だと言っている。声出さなきゃいけない。無理声出してる。本当だ。ここにね、ここにゴールがあった感じだよ。簡単に、うわぁ、どこが似てる？強烈が似てる。半センチぐらい似てる。定位置よりもボールをかなり左に置いてアドレスする。これはインパクトゾーンがまっすぐに低く長くなければボールは捕まらない。体を突っ込まず
しかもウェイトシフトの粘りがなければボールはまっすぐ飛ばない。そして芝の上から打つ。ボールの先2センチから浅くて長いターフが取れる。高度な練習である。世の中には仕事のしすぎ、遊びすぎ、飲みすぎと、しすぎると良くないことが多いが、アプローチとパッティングには練習をしすぎるということはない。いくら練習してもいいんだ。尾崎はそう言った。およそ30ヤード、これがジャンボのアプローチの基本距離である。どれだけボールを打っても半径1メートル以内に寄せていく。絶妙なジャンボのアプローチはこの練習から生まれてくる。これ全部？はい、8取ってる。来ました、山本さん方面、ちょい左。新しいクラブの下、これも重要だ。いざプレッシャーのかかった場面で信じきれるクラブ、それを決める。何十本とメーカーから届けられたジャンボ仕様のドライバー、それを一本一本入念にチェックする。 8.15、8.45 まであると。4号どこにあったの？これ、よし、ちょっと。山本さん方面。飛距離と球筋、スイングのバランスを崩さず気持ちよく振れて、その両方が満足いくクラブ、それを厳選しているのである。山本さん方面。これもやっぱり飛んでます。310は来てます。大喜び。そういう説明はいいの。おい、ちょっとあのマジック、マジック、マジック、マジック。5年後、55歳になるんですか、その時やっぱり300ヤードっていうものにまだ挑戦してますか？当然だよ。300ヤードはね、自分のね、ノルマ、自分の人生でそれがクリアできなくなったらね、もう速やかに四宿の町に帰ってね、田んぼをただ耕していくか分からんね、根拠のないナイスショットは続かない。息子智春に対しても他の研修生と同じく厳しい。寝とる。そう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 、体の動きと下の動きと上半身の動きが一緒にうまく乗っていかない。そう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 、その動き、その上半身の動きを覚えるんだ、それ。もうちょい前置け。ね、もうここもうだからこうインパクトがこうならないように、こうならない、こういかないともう届かないだろ。
年々重さは変わるんだよ残念ながら自分でそういう風に感じるようになってるしね、うん、だからそういう感じないようになればいいんだけどそうはいかないしだん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 そのやっぱり重く感じてくるしちょっと離れてくるようなものは自分で本当に感じる。でもやっぱりそれをね近づけることをやっぱり自分がやらなきゃいけない、ね、自分が残された、うん、仕事であるっていうことは感じるしね、うん、それをだからザーッとこうあの投網でもかけてさ、うん、引き戻すね、うんうん、捉えるっていうねことに関してのねあの貪欲さはやっぱり常に持っていかなきゃいけない。これは自分の人生のためでもあるし、ね、それとやっぱりファン全国のファンの人たちがそういうふうな勇姿をやっぱり見つめていたい見たい。震源とした比叡山、尾崎は友春は連れてこの比叡山を訪れた。尾崎は何度か訪れている。スランプ脱出の扉を自ら開いた時だ。人間って非常に弱いもんであるし、だから時々すがるわけじゃないんだけど、なんていうのかな、自分の気持ちを一つにする。そういう時は不動明王の御神言を唱えるんだよね。おはようございます。あ、おはようございます。どうぞ。あ、どうもこちらこそ。どうぞ。まあどうぞ。はい、ありがとうございます、はい、どうぞ。うちの息子です。あ、そうですか。いや、どうぞどうぞ。酒井雄斎、大阿闍梨。40歳で入山、2度の千日解放を成し遂げている。尾崎はここで何かに触れた。じゃあ今日はもうね、お武藤さんなんかおごまを炊いてさ、でね、うん、うわ難しいな。お父さんがあんた立派すぎるから、はい、ね、相当 の、はい、あのあるプレッシャーがあると思うけどもね、はい、だけども自分は自分でね、その自分の道を切り開いていくと、はい、そういうようなね、あの根性を持たないとね、はい、人間というものはもうとにかく一つの道を決めたらその道にずっと進んでいくっていうのがね、一つの建前でもって、山あるとこんな行者でもね、1000日やっても2000日やっても、うん、最初のスタートが肝心で、それを毎日毎日忘れないように積み重ねていってね、初めてその大成するんだしね、だから昔からねお釈迦様の教えはその一つだけども、その人その人が自分たちが努力して一つの道を極めて、でその一つの悟りを開いていけっていうふうに言われてるのね、うん、だから君もね、とにかく一生懸命頑張って、はい、もうどうせその道に入って頑張るんだったらね、今度お父さんを超えるぐらいのその根性を持ってね、前進していくようにね、やっていくようにね、頑張ってもらいたいよね。友春は何度かプロテストに失敗している。今初めて見せる父親の姿がここにある。今年再び挑戦する息子に父は無言で何かを語った。
天壇まあかれるなそばてんまたらたかんまんまあかかりやすわんべいじのんそのなそばていえるんまぶらんきゃんばけどんどけどけどんどけどんどけどんどけどけどん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 どけ経を唱える。不動心。すごいねこれ。あそこの先生滝に打たれるんですか。そうです。あそこね朝4時半、今4時半頃ですね。腹の中にこう力を入れて滝は打たれるんですか。最初の頃はね、腹の中にやっぱりこう力入れてね、ぐっと足踏ん張ってあったけどね、この頃そういうその長いことは入らないから、かかって半田信号一回上げて、あと信号を10点ぐらい唱えてからすぐ出てきちゃうからね。今のね若い子はね、そういう腹にこう腹の中に力が入らないんですよ。ね、はい、だからね今ゴルフでもそうだけど、うん、もうこう教えたりする時のね、うん、そういう自分のこうまあ自然体っていうのかな、ふ、うん、ーっと息を吐いた状態の、うん、鼻のところに力を入れてる、うん、そういうことがねなかなかできないんですよ、うん、今はもうだって機械とかねそういうものを使って上半身をすごく鍛えたりしてるもんだからね、うん、ただこう肩筋とかそういうの腕になんかすごい強いんだけど、うん、本当の体の強さってないんですよ、うん、人間の行いとは3つの要素があるからね、もうジャンボさんなんかがそんなこと言ったら笑われちゃうけどもね、やっぱり心技体ってあるでしょ、はいはい、あれなんかの仏教なんかでもね、僕らには行するのでもそれがやっぱり一つ基本になってるからね、うん、スポーツ選手ってのはどういうことを言ったって、うん、体が良くなければ前に進めないと、ね、だから心技体っていうのを我々の世界はやっぱり大義心っていうかな、うん、体がこう良くてそれからその上に技術を作っていって、うん、そしてある程度結果を出して気持ちまでこう盛り上げていくっていう、どうしてもそういうなっちゃうんですよね、だから心っていうのがねなかなかいつもこう一番最後に来てしまうから、うん、本当はやっぱり一番最初にやっぱ来なきゃいけないと思うんだけど、うん、この心の中に自然とこの仏様の世界っていうのを描くことができるからね、で体と言葉口ね、それとは一体になって一つのものになるっていうんだから、やっぱり人間のその達人の域に達しようと思ったらそこ行かなきゃダメなのか分かんないわね、それが自然にできるように、そうですね、50歳の男は挑戦する心を忘れない。青春という熱き心を初夏を迎えた円熟の中で今なお持ち続けている300ヤードの冒険者、尾崎雅史。だからいつまでも300ヤードに向かって前進するだけですね。